明治安田 J2 リーグ。この時間は清水エスパルス対大分トリニータ、こちらの一戦をお届けいたします。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。コンディション確認しましょう。現地の天候は晴れ、いいコンディションの中今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。明治安田 J2 リーグ、清水エスパルス対大分トリニータ。北澤さん、ベンドウチのシステムで来ているんですが、このワントップ、期待されるところは大きいと思います。出来不出来で全く変わってきますね。そうですね、機能してくれないと攻撃にならないですからね、やはりまずはボールがこう収まるということが必要になりますよね、はい、一番の役割としては点が取れるということだと思いますけども、はい、まずは起点になるということができないと、役割を果たすことにならないですからね、はい、ワントップとしてそこにいる、そこでボールが収まる、そして攻撃につながる、もうこの役目かなり重いですね。そうですね、それをしてくれないと全体が押し上がれないので、うん、攻撃のスイッチにはつながらないですからね、はい、中村。さあ今日はどちらのチームが先にシュートを打つんでしょうか。早くもカードをもらってしまいます。中村仕掛けるか。ここはつながりません。北川に渡る。北川、これは来た。ここは競り勝ちます。香川、伊佐から中川、中川から伊佐、山原。両チームとも慎重な感じですかね。多少守備的な入りですよね。乾、乾、これは少し吹かし気味のシュートになりました。狙っていきましたけどもね、積極的でいいですよね。ちょっと吹かしましたけどもね、この姿勢が大事ですよね。中村、北川、乾に渡る。自分で行く、自分で行く。ロングボールを縦に送る。ああ、いい展開ですね。中への折り返し、そのままキーパーが抑えました。渡辺、ボールのどこのパス抜けてくる。起きましたよ。シュート。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。やや強引な感じにも見えましたけどね、ああいった攻めでも有効だと思いますね。宮本、中村、乾へ。うまいですね。スペースに出す。乾から北川、シュート。いやー、今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。いや、この積極性は大事ですよね。松崎、これは合いません。野村、伊佐から右へ、カルリーニョス、このボールをカットします。ここはつながりません。安田、裏へ届くか。このボールをカットします。宮本、もう30分を回ったところです。さあ伊佐、中川から右サイド、クロス折り返す。シュート。いやー、こぼれた。カルリーニョス、これは合いません。カルリーニョス、スルーパスを出す。
中川へ、宮本、これはチャンスだ、さあこのセカンドボール来た、来た、相手ボールを奪ってフィニッシュまで持ち込むというシーンでした。下詰め、裏を狙っていきます。おー、いい形じゃないですか。渡辺、さあ北川、弓場、これは奪い返します。ここは通しません。カルリーニョス、大分がここでファールを取られます。北川へ、裏を狙う、中川、渡辺から伊佐、そして今前半終了の笛が吹かれました。前半0対0、さあ前半が終わりました。大分としては得点には至りませんでしたけど、特に終盤で見せた攻撃は迫力ありましたね。先制して折り返すぞという気持ちを感じ取りましたね。明治安田 J2 リーグ、清水エスパルス対大分トリニータ、前半を終え0対0、後半へと折り返します。後半キックオフです。0対0で入っていく後半です。スペースを使う、安藤、野竹、渡辺、野竹、中川、インターセプトを狙う、乾、松崎、丁寧に足元を使う、ここでファールがありました。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンです。これは素早いリスタート、弓場、中川へ、伊佐から中川、中川から伊佐、さあ右へ預けて、クロスを選択、ここは繋がりません。さあシュートレンジだ、おっとシュート、倒されます。これはペナルティーエリア内、ちょっと厳しく行き過ぎましたかね。大分 PK のチャンスを得ます。レフリーの答えはイエローカード。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。さあ試合の流れを決める大事な局面、ここを外した、いや大事な場面だったんですけどもね、これはもう素早く切り替えて次という意識でいきたいところでしょうね。松崎から北川、対応します、ドリブルで上がる、このボールに触ります、弓場、渡辺、安田、弓場、またファールか、清水が最初の交代カードを切ってきます。
Substitution on the field. Number 19. Number 5. Coming on the field. Number 11. さあ、つながるか。宮本から北川。The attendance for this match was 中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。柔らかいボール。さあ、来たか。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。これもファウルですもんね。イエローカードが出ました。清水、今のでイエローカード2枚目となりました。そろそろ今日のゲーム終盤に入ってきましたが、依然0対0のまま動いていません。これは合いません。内本、右サイドへ振ってスルーパスを狙う。ここで受けて野岳、彼のオーバーラップは大きな武器になります。ここはつながりません。北川、いいボール入りますよ。抜けてくる。ここは間合いを取る。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。山原、流れを止めます。これは合いません。山原からのパスはディフェンスが対応。安田、裏へのスルーパス。乾、乾から右へ。乾が受ける。清水としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。上げてくる、どうだ。浜田、ここは抑えました。宇都本、スルーパス。矢島、ここはカットします。さあ、カルリーニョス、宮本、野村、ここは読んでいました。さあ、カウンターのチャンスになります。足元大事にいきます。どうだ。キーパー直接処理しました。ルーカス・ブラーガ、野村から長澤、長澤、権田のセーブ。いやー、これはナイスセーブ。これは素晴らしい反応でしたね。大きなピンチでしたがチームを救いました。ここは一つ重要なセットプレーになりますよね。
substitution on the field, number 10, number 33, coming on the field, number 16, もうパワープレイで行ってもいいと思うんですけどね。時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。長澤へ、さあ右へ預けてドリブルで仕掛ける。ここは奪います。ここはつながりません。北側から左サイド、いいボールですね。西澤へ、ボックス内上げ、頭、キーパー止めた。素晴らしい反応でした。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。さあ目が離せない、コーナーキック、宇津本、白崎へ、落ちましたよ。ボールが上がる、ヘディング、決まった。いやー、これなんというゴールだ。いやー、もう言葉がありません。いやー、すごい。頭で流し込んだ、見事な一発。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。ここで笛です。1対0、大分1点を争う展開になりましたが、惜しくも一歩及ばず。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか？大分としてはゴールを挙げられないまま終わってしまいましたよね。同じ負けでも得点しているかしてないかで終わった後の雰囲気はだいぶ違いますからね。うまく割り切って次の試合に挑みたいでしょうね。はい、そうですね。さあ、そろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。